古今と初修正の激闘劇は古くから中国に存在する武器で矛や矛の機能を備えたもの。遺体字として小形文字のがある。主に陰から東大にかけて対応された。複数の武器の機能を合わせ持たせた武器というものはヨーロッパにも見られる。矛を思わせる先端な穂先は刺し、顔に酔わせる横に突き出たハワエもしくは枝と呼ばれている。刺しと縁は 一体のものと分かれているものがある。様々な機能を取り揃えていたためか、劇を用いる兵士も様々で、劇にも種類があった。両手で用いる長い矛は長劇、片手で扱う短い矛は手劇と呼ばれる。手劇は両手にそれぞれ持つこともあったが、片方に手劇、もう片方に盾ということもあったという。初期のものは木製や精度製で、 主兵装ではなかったが、戦国時代以降、鋼鉄が生産されるようになるとともに、主兵装となり、中国では長きにわたり、用いられた。劇は時と場合に応じて、かのように引っ掛け切る、あるいは矛のように突き刺すことが可能だったが、それぞれの用途に対して、中途半端なものとなり、やがて矛にその地位を奪われることになり、北層においては、再起用として用いられるようになった。 なお、戦術の通り、三国志の時代には、劇が一般的であり、旅婦が愛用したという宝天画劇は、当時まだ存在しないとされる。中央の二つが矛、左の二つが矛、右の二つは、壮大の清流劇と宝天劇。ありがとうございます。